長葉北あざみは、菊花頭皮連続の多年層。千島北あざみを分類上の基本種とする亜種。茎は直立し、高さは30から100センチメートルになり、分子しないか上部で、多少分子し、上部に短い縮毛があり、幅の狭い翼がある。花時には、根質葉は普通存在しない。葉は誤生し、茎の下部から中部につく葉は、草質で、 洋身は甲卵形から卵型、または細長い三角形になり、長さ3から8 5トル、先は A1000 等、基部は節型から心形、円に荒い巨子がある。葉の両面に細毛がまばらにあり、長さ3から9トルになる洋兵があり、翼がある。茎の上部につく葉は次第に小さくなり、基部は茎を抱く。は7から8月。 頭上下剰は、三棒状、または、副三棒状二十個内外が密集してつき、花柄は3から8ミリメートルと短い。双方は、上部が黒子色で、長さ8から12ミリメートル、計4から5ミリメートルになる胸筒型。双方辺は6から7列あり、肩は圧着し、外辺は甲卵形になり、先はお状に伸びる。双方の表面に縮れたくも受けがある。 頭花は筒状花の実からなり、果敢の長さは9から10ミリメートル、色は高四色になる。果実は長さ4ミリメートルの痩せ花になる。感毛は二輪性で、落ちやすい外輪は長さ0.5から4.5ミリメートル、花子にも残る内輪は長さ7ミリメートルになる。亜種として日本固有種。南千島、北海道。 本州の東北地方北部に分布し、鉱山の草原に生育する。北海道の代表的な鉱山植物の一つであり、大きな群落を形成することがある。早地根山に分布するものは、果女が副参謀状になって大型になり、双方辺の中辺と、外辺の先端部のお嬢突起があまり長く伸長しない。和名、長場北あざみは、長場北あざみのことで、 日本の北地に産し、葉が長いことによる。種商名リエデリは、最終者、リーデルノの,のアシュメイエゾンシスは、北海道のエゾノの意味。ありがとうございます。